と一杯は鑑賞用なんですよ。鑑賞用ですか。これから食べるのをイメージしながらこのご飯だけ食べるっていう、うん、ご飯の甘みがねもう噛めば噛めてやっぱり麺だけ食べるんですね最初。一応ご飯好きな人は最初ご飯だけ食べるんだけど、これでね鑑賞用のご飯は早くラーメン食えって感じなんですよね。ようやく、絶対パフォーマンスじゃないですか。蓋を開けてみたら全然大丈夫でした。ロイドご飯さんに名前つけてもらうって言ってたんだよ。これの名称。これの正式名称。命名権取られちゃったんですか。ロイドニーニーですよ。マジかよ。何でもね、あれですよ。大航海時代と一緒で、はい、何でも先に到達したもん勝ちですから。確かに。土地は何だ。そう。旗を立てたやつだもん。そう。旗を立てたら、もうそこは土地ですから。ロイドニーニー。ロイドニーニーって何の。でもあれですね、レッドさんの食べ方だとライブ感だと混ぜちゃいけないんですよね。そのまんまいかないと乗せたらそのまま食べるんですよ。しかもあの人めちゃくちゃ入れてますからね。ショー入れてましたよ。ちょっとやってみよう。フライドガーリック。あ、そう、フライやーべー、フライドガーリックって言ってた。ニンニクのライブ感すごい。ニンニクのライブ感これ貸さないとあれですよね。もうちょっと入れてみようかな。ニンニク臭が尋常じゃないですけど、隣からニンニクライブ感やばいっすね。これで、でもちょっと遅れましたけど、ちょっと忘れてました、すみません、すすりさんとだったんでテンパっちゃったんで、これ入れてガンガン入れてる。こういうことですよね。ライブ感ですね、これ。これを、はい、これ、海苔で巻く、もうニンニクもこのままいやこれやばいな。会話できない。こういうことですね。ニンニクしか食ってない。うわあ、うん、うまいんだ。いかれてるな。ね。どうぞ。これですね。たまんないですよマジで。たまんないなこれ。さらにロイドニンニクですか。ここにさらにロイドニンニク。やばいっすよ。うん。あ、うまかった。もうニンニクライブ感の尋常じゃないですか。本当にライブ感すごい。いや、これはね、うまっ。マジだ、高見さん。最後の一杯も普通ですね。普通の間に三杯分の感じで。もう早かったらちょうどいいですね。こういったらこっちにもつけなきゃいけないみたいな。
そうそうそう、もう恐怖になってるよ。味玉残してますね。味玉一応取っといた。最後なんですね、味玉。いつも最後に食べてるんで、うん。いつもでした。はい。姿勢で残してます、ね。卵最後に残すときついときあるんですね。めっちゃあります。ご飯食べないのかな。やば。最初の一杯鑑賞用とかちょっと行きなったことしないほうがよかったですね。スープをちゃんと温め直して、じゃあ俺食べます。餃子俺食べます。その辺の入荷とか輸入荷とか店によって全然